皆さんこんばんは、この時間がやってまいりました。11月26日、いい風呂の日ですね。体を温めながら、ね、お耳で、お耳からもね、体を温めていただければと思います。それでは、参りましょう。ネクスト G のお笑いしたいです。はい、改めまして、こんばんは。週替わり MC というか、今週も、チャレンジさせていただくことになりました。MC のこれかライダーです。よろしくお願いします。そしてお相手はいつものこの方たち。相席亮太です。前澤チャンネルです。そして今回は豪華に、ゲストもいっぱい来ていただいてます。はい、紹介をお願いいたします。はい、ファンガルです。ソルトです。グッサンです。ということで3人もゲストに来ていただきました。はい、これでね、拍手とかないんですか？あ、拍手。そうですね。ちょっとね盛り上げていかないと、ね、自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃってね、つい忘れてしまいましたけども、今日はいっぱいね人がいるんで、もうなんだろう噛んじゃうな。緊張で噛んじゃうな。人がいるってすごい。人がいるんでいろんな話題でね。日記の分断のね。日記の感想でしょ。確かにもうそういう言葉しか出てこなくなっちゃうんですよね。なんでなんだろうな。なんでなんでしょうね。というところで、みんな俺に絡む気はないんですよ。俺が出せてないだけ。そう本当に頼むよ本当に。頼まれました。じゃあ今日はねライダーのまあ一つね。なんですか？そうですね。まあ前回ちょっとね。前回？前々回やって、前回は一言も喋ってなかった。喋った。カットされてんの前回の？そうです。前々回 MC をやって、まあちょっと。落ち込んで、翌週まあそれをね、でも次は頑張ろうってそうと思ったんですけど、その次の収録ではもう全然喋らず、嘘、めっちゃ喋ってたのに、絶対喋ってたよ。MC をということで、ちょっと今回まあね、まあ歴史代ではっていう。歴史代では何？歴史代わかんないですね。ちょっとね、ちょっと試験っていうとちょっとあれですけど、一応まあ一回見てみようかという。試されてるの俺これ今。すみません本当に皆さん今日ね来ていただいて。こういう節目の回に立ち。節目に設定されちゃったのもう嘘でしょ。いや節にしないからここちゃんとね。最後多めにかかる。最後になるの私これ。ちょっと待ってよ、まだまだやる気満々ですからやっていきますからね。花束って誰か。準備されてる。もう準備済みだったの。終わり確定だったのそれ。花キューピッドにお願い。花キューピッドに戻ってもらって、はいどうぞってありがとうございました。なんないですからもうそれ投げてちょっと頑張りますよ今日も。いやいつも頑張ってますよ。ただねなかなかうまく喋れてないだけなんで。正直なやつ。正直今日はね正直にいきます。今日も正直いきますよね。ゲストがいっぱいいます。そうゲストがいっぱいいますからね。そんなゲストたちにもねいろんな質問が聞きたいと思います。視聴。聞いてる方も聞きたい、リスナーの方も聞きたいと思うので、ぜひぜひメールの方をね、ぜひ送っていただければなと思います。これはね、やっぱりラジオってメールとかすごい大事じゃないですか。確かに欲しいね。やっぱり人気のラジオってそのメールの数で決まってるような感じじゃないですか。やっぱりあれが元で話が進んでいくっていうところがあるんでね、ぜひねこれをお聞きの方はねメールをください。一応その今社長の方からメール来なかったらアウト。ちょっと何がアウトなのか分かんないけど。何がある全然俺は分かんない。分かんないけど来なかったらあれってなんですかね。あれってちょっと分かんない。あれが飛ぶのか、ちょっと僕的にはあれを飛ばしたくないので、ぜひねお聞きの方はねお元気ですかとかね昨日のご飯美味しかったですとかでもいいのでぜひぜひメールをください。メールの方が762@radio3.jp 762@radio.jp になっております。ぜひぜひ。数字の3。届きませんよ。もう一回お聞きください。しっかりお聞きください。762@小文字の RADIO 数字の3.jp にメールをください。ね、タイトルはあれですか、お笑いしたいですっていうタイトルの時のお笑いしたいです宛てで送っていただければね、すぐに見つけて読ませていただくので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますというところでね。なんかすごいね、固唾を飲んで俺のことを見守ってて大丈夫かなってあんなに練習してはったのに練習したことってなかなかね本場で活かせないっていうのね。いやそんなことないですよ。練習したことしか出ない。逆だった。舞台に出すにはね練習したことしか出ないんでね、もうこれからもどんどんね RADIO ドットねやっていきたいと思うので、ぜひメールの方お待ちしてます。よろしくお願いします。2分半ぐらい使って本当はもう30分使いたいですよ。メールの話でね、そしたらあげなくちゃと思う。この人ですね、あげなくたってなるんで、あげなくたって言ったんですよ。そうそう、あげなくたって言うんですよ。みんなだって言うじゃないですか、あげなくたって。これ関西弁でなんて言うんですか、あげなくたって。いや、あげなあかんなですけど、あげなくたはその仙台の言葉なんですか。いや、かみました。誤解を招く。確かに、そうか。鉛かなと思う。鉛かなと思うのが。そうですよね。言うたらよくないこれ。ご情報やっぱ。確かにね。流しちゃいました。大変申し訳ございませんでした。石巻の PR の中に入れると。そう、入れちゃった。あげなくたって。そうね。いや、そんなないよって言われたらね。確かに。ごめんなさい本当にね。あげなくたって誰も通じなかったって言われてね。俺が責任取ることになっちゃうんでね。切ります。最後までお聞きください。よろしくお願いします。はい、ということで、私のね、身体がかかったラジオを始めましたけども。違うでしょ。聞いたことないです。じゃあ、改めてね、今日どういった人がいるか紹介していきたいと思います。いつものメンバーはこの2人。はい、関亮太です。前坂チャンネルです。そしてゲストは、はい、ファンガルです。ソルトです。ぐっさんです。はい、ということでね、いつものメンバー一人ね、数がいないんですけどね、ちょっとね、ふてくされてらっしゃって。もういいよっつって、ライダーのラジオ出たくねえよっつって。困るな、それは。こだわりが強いですから。こだわりが強いから。スケジュールの関係で。スケジュールの関係でね、ちょっとね、出てこれなかった。いや、今日もありがとうございます。本当ありがとうございます。先週、先々週のゲストは、はい。総集合して。そうですね。今合コンですよね。合コンで、あ、確かに。三だ。あれ？そうなのかな。でもあれですもんね。不安があるさんだってナンパとかされるんですもんね。あ、そうですよ。本当東京だと池袋が結構ねナンパが多い街なんですけど、池袋の駅で切符買ってると姉さん待ち合わせですかって言ってチャラい男が来ますね。ナンパされる。そうです。コロナなんで今みんなマスクしてるじゃないですか。そうですね。だからマスクしてると完全にやっぱり見分けつかないみたいで。最初なんか僕今日見た時女性かと思いました。そうなんですよ。僕も最初いきなりライブで会った時女性だと思ってて、で楽屋で上全裸になるんですよ。俺これ見ちゃいけないやつだと思ってね。やばいやばい、女性の裸見ちゃダメ、女性の裸見ちゃダメって言ってね、つぶったんですよ。いや、女芸人なのあるのかなと思って、それくらい来たよみたいな。芸人でもさすがにいないでしょ。いないですね。あ、なんだ。プリン出して出すのかなと思って焦っちゃって、でその後おじさんですってことが発覚して。おじさんで。あらっつって。おじさんって。ぜひね、ぐっさんはね池袋に来ますかね。ですかね、ナンパされると。ナンパ待ちも立派な婚活ですよ。婚活中なんですよ。婚活女ということで。婚活女。それで言っちゃったよ。別にネタも今やってるってわけじゃないから。ただ婚活。婚活をしてる人。婚活してるアラサー女の人。ただそれだけの話。でもいつかネタとして開花するかもしれないですから、それはね。スーツさんちなみにご結婚とかするのやっぱ憧れとか。いや、めちゃめちゃありますね。おお。ナンパしてくるやつはやっぱやめといた方がいいと思います。なんでですか？ちょっと。そんなチャラいやつは、私初めてナンパされたのは80歳のおじいちゃんやったんですけど。ナンパなの？介護の申し込みじゃなくて。服着たままでいいからやらしいことしないから一緒にお風呂に入ろうって言われました。着たまま風呂入る。もちろん難しい。新しいプレー。介護。ああ、そういう。そういう頭おかしい人多いんでナンパやめといた方がいいと思います。いやでもナンパできないような童貞も嫌なんでしょ？やっぱり。中間をね。中間？ちゃんと。じゃあナンパできる童貞？ナンパできる童貞一番めんどくせえ。できるけど童貞。最後までいけない。最後までいけない。あと一押しが足りないみたいな。決定力に欠けるみたいなね。いい人で終わる。いい人。ただいい人でね終わっちゃうということ。そうですか。でもやっぱどうなんですかね。こう女性芸人やっぱどうしてもこう色目で見ちゃう。確かに。かなってどうしても申し訳ないですけどね。こうやって並ばれ女性芸人が仙台のこのラジオで並んでるってすごいですよね。だから今確かになかなかない。まあちょっと違いますけど。お一方どっち扱いの方が嬉しいんですか？不安さんとしては。どっち扱いも何もまあどう考えても性別は違いますから。おお。いやそうなんですか、そのまあ女性女キャラとしてね。ってそのどう扱うのが。正解というか。これ多分本人も正解がないですよね。あバイト先一緒なんですけど、はい、お姉さんにありがとう言ってとか言って、女性に間違われてた時、すっごい嬉しそうにしてます。すごいです。女装を褒められること自体は。そうですね。まあ、間違えたら、ああ、騙されたなっていう。ああ、そういう喜びか。私綺麗なんだなとかじゃなくて、騙せたぞっていうところが。そうです。男子トイレ入ってて、男子トイレに清水さん、不破さんが行って。で、男性の方が入ってきて、ああ、すいませんでしたって出てきて。そうです。間違えて、女子トイレ入ったと思ってね、後から来た人がね、逃げていくんですよ。っていう話。嬉しそうにしはりますけどね。まあ、でも、なんかこうね、あ、なんかうまくいってんのかなっていう気分になりますね。一応そう見えるんだなって。銭湯行っても普通に男湯の方入ろうとすると番台にいたおばさんが「そっちは男湯だよ」ってめちゃくちゃめちゃめちゃ女に見られてるじゃないですか。小柄だしね。ああ確かに線細いですからね。だから確かに分からんでもないが、一番嬉しいのは勝手になんかそのレディースデー割引みたいな適用されるっていう。そんなこともあるんですか。なんか回転寿司行ってお会計安いなと思ってレシート見たらレシートに「レディースデー割引」って書いてあったりとか。そんな気前のいい回転寿司もあるんだな。男だけで飲み行ってるのに今日はレディースデーサービスで女性の方アイスがつきますので店員さんがアイス持ってきて。確か店員さんもねどっちかなって思った時に女性ですかとは聞けないもんね。アイス出すしかない。確かにそっちだったらね外れないからね。割り引くしかない。そんな女装エピソードすごいですね。この格好でずっといるわけじゃないんですけど、地毛で女装してるんで、この髪の時点でやっぱりそう考えちゃう人が結構。プライベートでは普通なんですか。そのなんですか服装とかも。まあ普通に年相応のおじさんの格好ですよ。年相応のおじさんの格好だけでも声かけられると。ポッケいっぱいついた直帰とか着てですか。それはもっと上です。もうちょっと上なんですね。趣味を釣りにしてる人です。持ち物とかも女子の小物で揃えてますもんね。なんか化粧ポーチみたいなのとかは。まあ逆に男性用の化粧ポーチあるのか。あ、そうかそうかそうか。そう言われれば確かに。まあそれはネタ用というか。まあ一応そうですねあれは。へえ。試行錯誤して、でも成功してるわけですからね。それが女装としては。確かにな。すごい。こういう男性はどうですか。ああ逆にね。確かに。私はお金が全てかな。お金はね、お金、あなたがお金持ってるからね。そうそう、物産に勝つレベルのね、財力難しいですから。結構いい仕事してるんですよ。実は。じゃあもう芸人いいじゃないですか。やっぱその女性芸人でもやっぱこう売れてこうドンと稼ぎたいっていうのは。そうですね。ないよりは絶対やった方がいいですね。金なんてね、何歩あっても困らないです。確かにね。まあ、それはそうなんですよ。そういう話今日。ファイナンシャルな感じで。さあ、どうですか、ライダーさん。今そろそろ一曲、間に挟んでおきますか。挟みます。ここは私ね、私ね。私で決めていいですから。私が決めていきますからね。あ、よくやったなと思ったらメールくださいね、皆さんね。よろしくお願いしますね。よく決めたんで、よくそこで決定したぞと思ったらメールをお願いします。じゃあ、みんながメール打つ際でね、お耳が寂しいと思うので、曲紹介の方お願いいたします。はい、ではウルフルズで笑えればです。はいどうも後半戦ねますますねエンジンを温めてふかしていこうと思います。よろしくお願いいたします。私はいいな。ね出だしだけはね頭だけはいいんでね頭だけはやっちゃいますから。さあということでございますけど。おおはいはい何の話をしてくれるんですか。どんな面白い話をしてくれる。私にプレッシャーをどんどんかけていくスタイルね。来る時に面白いことあったって言ってはった。言ってない。なんでそんな来る時にって最低の振りだ。怖い。減税される。来る時ってねもう行きすがらしかないんだから。でお二人フワンさんとソウトさんはなんか、もともとお笑いの活動も一緒にというか、近いところでやってたっていうのはどういった経緯でそういうふうな形になったんですか。いやもともとたまたま、ライブ出て一緒になって、でまあ不安があるこの女装を始めてすぐぐらいの時期にライブ一緒になったんですけど、私もう芸人始めてすぐぐらいのほんと3か月4か月目ぐらい。で、髪を、結びたかったんですね。綺麗にやりたかったんですけど、やり方このあんまり慣れてないからわかんないんで、で、あ、誰かにやってもらう、あ、多分この人は後輩だから多分いけるだろう。これお願いできますかって初めて声かけたのきっかけです。おお、不安さんから声かけた形で。そうです。一番最初でもその日に一応挨拶するじゃないですか。の時にもう3、4ヶ月目で礼儀も何もあれやったんで、男すか女すかみたいな。怖いガツガツ来るなっつって。男ですか、え、女ですか、え、どっちですかみたいな、心はどっちですかみたいな、ああ、そうね、どっちですかみたいなのを掘り下げていったから、多分こいつは大丈夫やろうなって。ああ、でそっから仲良くなって今バイト先も一緒紹介していただいたところで。ちなみにどこでやってるんですか？大江戸温泉。おお、こっちにもあったっけ？大江戸温泉グループでホテルとかやってたりしますね。あ、そっか。あんまりこっちは見ないかな。確かに温泉だけでは見ないですね。そのなんかテナントで縁日のコーナーがあって、縁日、はい、スーパーボール作りとか人形作りとか型抜きとかがあるんですけど、そこの担当です我々。ああ、なんかそういう出店みたいなのがあって、そこの売り子というかをやってる。はい。そこに20人ぐらい芸人が。20人？芸人？多い。聖地。だからもう若手芸人見たかったら大江戸温泉行けみたいなことで。ほぼ芸人。絶対芸人がいますからね。アニシネのレギュラーで出てはる桐野康夫さん。過去だとどなたでしたっけ？過去だとスーパーサンスケさん。あとバカよあなたの進藤さん。結構そういう人。輩出してます。輩出してますね。すごいですね。登竜門となるバイト。なんかやっぱ固まるものなんですよね。若手芸人はここでバイトするのが定番みたいな。結構そうですね。そのお互いにいやこのバイト楽でいいよっていうのを結構広め。まあまあ大事です大事です。大事だよね。まあ何かオーディション入ったりとか急にそういう仕事入ってきた時に芸人同士で交代して入りやすい。おお。あ、そうか、お互いがね分かるから日常が分かるから。そういう良さがあるんでね。普通のバイトしてたらなんか芸人やってますってほろって言っちゃう。時になんかおもろいことやって、あ、まあまあ、いや、めんどくさいめんどくさいってなる。もう芸人ばっかりやと全然ないですし、ほうほうほう、暇な時ずーっとお笑いの話してますね。なんならがっつりネタ作ってる人とか、相談してアイデアもらってがっつりネタ作る人とか。へえ、あ、そうか、みんないるから相談しやすいっていうのもあるのか。そういう環境だとでもあれかもしれないけど、なんかこう刺激が常に俺の考えなきゃいけないみたいな。そうかそうかそうか、確かに俺らね離れちゃうともう自由だからね。仙台芸人集めて20人ぐらい。確かに確かに大江戸温泉できちゃう。できちゃう。それやればできちゃう。そうなんだね。その中でなんか面白い企画とかしたっていう話を聞いたんですけど、企画してみたというか。そうですね、オーディション行って、その有田ジェネレーションのねオーディションに行ったんですけど、ちょうど桐野さんがその有田ジェネで結構跳ねた時期だったんで。で、桐野さんと一緒に働いてます、他にもこんな芸人さんいるんですよみたいな話をオーディションでしたら、あ、いいですね、ちょっと大江戸温泉芸人軍団やりたいですね、好感触だったんですけど、半年後に企画は実現して、で、オーディションで全員オーディション受けに行ったんですけども、20組中15組受かって、5組落ちたうちの1人は私です。なんでですかね。企画出したのにね、落とされまして、で、そうすると誰もいなくなるじゃないですか、バイトが。大江戸温泉にロケに来て、もう有田さんとか来て収録するんですけど、誰もいなくなっちゃうから落ちた芸人がみんなバイト埋め合わせで入るんですよ。それは別にあれです、本当にただのバイトとして扱われる。ただのバイトとして収録を目の前で見せつけられる。うわわわわわわ。だったらあそこにいるはずだったのにと思いながら。全然いじられもせずですか。不安さんとかいじられる要素結構あるじゃないですか。確かに。一切我々は芸人ではなくバイトという体でずっとそこに立ってる。そこが絡んじゃうとごちゃごちゃしちゃう。ああ。そうでしょうね。まあ、そうか、こっちから絡みに行ってもその企画自体倒れてもみんな共倒れになっても仕方ないしっていうのもあるし、おとなしくしていてもらおうっていう、大人な判断というか対応しないといけないという、辛いですねそれ。自分が企画したのに出れないっていうのは。その時私はまだそこのバイトはしてなかったので、はい、部外者やったんで、はい、指さして笑ってました。かわいそう。やばー、企画して落ちてる。それでもどうですか、気持ち、心情的にって思いませんだって。ってなりましたし、みんなが楽しそうに収録して、で、芸人だけのグループLINEみたいのがあるんで、ガンガンその時の記念写真みたいな感じで収録写真あげるんですよ。で、それを見た落ちた芸人全員が一斉にグループLINEを退会するって時間ありました。もういてらんねえよっていうのはそうっすよね。いや、企画出して、企画がダメで、で疲れるのが分かるじゃないですか。企画通ってだけね、取られて、そういうのあるんだな。聞く話では聞かない話でもないですけどね。そういうの普通にあるんで。普通にあるですね。お金待ちだ。お金待ちだ。お金待ちだ。山形がいない。東京とかで婚活したらもっと多分。そうグレード高いのが。でもその上も下も幅が広がると思うんで、多分当たりもいる分外れも。多いって友達から聞いたことあります。外れもいっぱいいるっていう。婚活ネットワークすげえな。確かにすごいですね。そっちのネット婚活芸人ができちゃう。絶対話のネタにはなりますけどね。そうです、ネタにはなるんですけど。なるほどな。ちなみにまあ多分これ収録時点ではきっと多分もういないんですかね、石巻には。そうですね。残念ですね、それはね。もしかしたらもう感触良くてそのまま残るパターンもなしではないってことですよね。そうですね。そう、清水さん、ファンさん、今年の1月にそのお笑いマスター決定戦とか全く関係なしに仙台移住しようとしてはったんですよ。なんでですか？いや、もうR1 の成績も振るわないんで、いっそちょっともう東京であまりにも R1 受かんないから、もうあれだったら場所変えてみたらいいんじゃないかな。仙台って R1 ない？ R1 予選ないですね。 R1 はないですけども、もう普段の活動場所も変えていいんじゃないかな。環境を変えてみよう。そしたらぜひね、気持ちが向いてるんだったらぜひ来てくださいよ。今日でほらやめるし。おい、やめないでよ。やめない。今結構競って、今競ってる。ぜひね、メールの方お待ちしてますのでよろしくお願いします。本当に1枠開くんで。1枠開くんで俺のとこにポンと入るので、こうキャラものというかね。もしそれで言ったらって意味では全然開くんで。開かないよ。椅子あるよ。俺はまたしがみつくからね。あと3分で開くんで。あと3分で。もうちょい喜ばないでみんなちょっと。じゃあ、ということで、じゃあエンディングの方に行きたいと思います。よろしくお願いします。エンディング上げていく。エンディングでも上げていくということで、何か告知がある方とかいらっしゃいますか？いぎなりとかですか？いぎなり、ライブが12月12日土曜日ですね。会場18時50分、開演19時、仙台市福祉プラザふれあいホールで前売り800円、当日1000円となっております。今年最後のライブということで、そうか、ぜひね、笑いを収めるね。12月、竹にすずめか、竹にすずめが11月28日日曜日。はい、こちら配信土曜日です。あ、土曜日、はい、すいません。いや、間違った方がね、より覚えるみたいなのもあるじゃないですか、そういうのも。聞いたことないです。あえてね、ちょっとみんなの意識をね、こう、切ってね。いや、今までよかった。嘘、ちょっとね、嘘でしょ、ちょっと。食らったね、今まで。ね、28日土曜日ね、18時から配信。曖昧な19時。こっちから聞いてるわけじゃないから。自分で曖昧な情報を言って16時締め。YouTube でね配信されるんでね、ぜひご覧くださいということでよろしくお願いします。さあ、ということでちょっと言いたい話戻しちゃいますけど、2週目なんですよね。12月は毎月1週目の土曜日だったのが12月だけ2週目の土曜日になりますんで、お気をつけくださいというところでよろしくお願いします。不安さんとソルトさんは何かありますか、告知することとかっていうのは。こちらの方も見れるとしたら配信のライブやってますんで、配信のライブを。そうです、私のポコちゃんのアカウントがあるんですけど、毎週木曜にですね8時から配信のお笑いライブやってますんで、もしよろしければ。まあ、私たち以外にもね、何組か芸人さん出てやってますんで、ネタが普通にそれで見れますんでね。ありがたいですね。また来てほしいですよね。また来てほしいです。やってほしいですよね。はい。さあ締めに入りましょう。残り15秒ですよ。遺言をじゃあ。遺言？死ぬの？ですね、ちょっとぜひぜひ聞いてください。メールをお願いします。762@ARADIO。ありがとうございます。ありがとうございます。メールをお待ちしてます。ありがとう。ありがとう。しっかり手太いよ。いや終わるみたいな。怖い怖い怖い。ありがとうございます。ありがとうございました。ね長丁場やけど。本当に。さあどうしますライダーはじゃあ。せめて1ヶ月ぐらい待ってください。1ヶ月ぐらい。メールが来るかもしれないから。でも離れちゃったらまたね。来てほしいですけどね全然ね。そうですね来てほしいです。仙台移住しちゃったんじゃないですかガチで。全然なんかもう普通にこの前来た時に帰りに不動産屋さんで家賃とか調べてました。ああ安いんじゃないですかこっちの方が。そうですね。1個部屋が多い家に住めます。同じ値段でもね。でもねお賃金の方がねお賃金の方もまあ同じぐらい下がるんで。いろんなとこではありますけどね。清水さん関西なんかは。不安さんなんかはこの間の石巻お笑いマスターの時に元相方と奇跡の元相方がまあ10年前に芸人辞めてるんですけど、もうこっちの仙台で今焼肉屋を経営してて、でまあアマチュアとしてそのお笑いマスター決定戦に出てたんで、そこで再会したんですけど、本当に13年前の相方です。すごいっすよ。13年前の相方仙台で会うって。こっちで焼肉屋さんやってらっしゃるんですか。だからもしこっち移住するんだったら焼肉屋でバイトできるよっていうのを言われました。もう地盤は完璧ですから。条件は整った。いつ山形でもいいんじゃないですかね。ああでも家近かったらご飯とかもおりますよ。優しい。優しいはね金がある。山形でそういうなんかお笑いって今どうなん。いや聞いたことないですね。まず調べてもいないというか。すみます芸人とかいる。いるんじゃないかな。夕方のニュースとかなんか出たりとかしてるかな。活躍してますね。まあとりあえず仙台は近いので。枠はありそうですけどね。ソラシドさんのファンでしたね。そうですね。ソラシドさんお会いしたかって、ソラシドさんの本郷さんが時々 MC してはるライブに。本坊さんと浩太さん、中山浩太さんが交代で MC してはって、浩太さんお世話になっているのでさせてもらったんですけど、よし本坊さんに会えるかもしれないっていうタイミングで移住しはったんで。結構だからフリーだけども、その事務所に入ってる先輩にお世話になってるみたいなことが あるんですね。そうですね。面白い関係性ですよね。自分の事務所じゃない後輩を面倒見るってなかなか。ライダーさんも入ってないですから。そうだ。そうだ。俺ずっとそうだった。フリーですよ。実はフリーだった。ずっとそうだったわ。ありがとうございます。Tライダーさん本当に。さあね。あとはじゃあジャッジを待ちますか。そうですね。YouTube で見てる方もね、ぜひ。メールをお待ちしてますんでね。本当ね。メール来りゃいいってわけでもない。そう。メール来たらいいんじゃないの？ダメなの？まあ内容しない。やめさせてくださいってメール。あ、まあそっち。それはダメだよ。それはね続けさせてくださいのメールをいただければなと思いますんでよろしくお願いします。それでは。はい。バイバイ。しっかり手振ってほら。やめへんで。